キング。じゃあ書きます。よいしょ。これな、後ろの方の缶に行くにつれて、それまでの缶で書かれてた先生方の作業も見てるわけだから、プレッシャーがどん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 こううなぎ登りになっていくわけで、久保先生早かったもんな、みたいなことをこう喋りたくて大丈夫ですか、はい、これね、埼玉はちょっとなんかスタバっぽいなんか飲んだり食ったりしてるっていうゆるいポーズ で後ろにジェノス書くんですけど、後ろのジェノスもなんかジェノスはなんか対照的にね、ガチッとしたヒーローらしいポーズをするという感じで書こうと思います。感じで緩い生活をしてるのかっていうのは、なんかワン先生がホームページの方でよくトップ枝とかで埼玉のプライベートの風景なんかを描かれるんで、イメージしやすくて助かりますね、うん、あ、随分下に寄っちゃったな。まあいいか、まあ、下に寄っちゃったなとかな、こう困ったことがあっても清書するとき、清書色塗るときにコピーするんで、そのコピーのときにずらしてしまえばいいという、こんな感じですね、うん、はい、ジェノスの肩の走行とか装備が毎回こう、ね、話の展開ごとに変わったりするんですけど、それはなんかあれですね、その回ごとにちゃんとこうタイプによってかっこよさが違うので、ちゃんと捕まえられるように、そのかっこよさをね、捕まえられるように一回一回気合い入れて書いてます。これなんかはあれですね、しばらく僕が、オリジナルでデザインしてた、ジェノスアームで、描いてたんですけど、最近なんかもうちょっと原作の方に寄せた方がいいのかなっていうことで、ワン先生が描かれてるアームに近いもので最近やってまして、でカラーでこれ描くの確か初めてだったんで、最近なんかあれなんですよね、漫画の方でもジェノスの出番が少なくて、もうしばらくしたら出番たくさんあるんですけど、しばらく書いてないからちょっと手探りで書いてますこんな感じだったかなみたいな。もうちょっと埼玉猫背にした方がいいな、わびしい感じ。なんかね、埼玉が何の絵だったかな、ワン先生の人気投票だったかな、ワン先生がサイトの方で、自主的にされてた、ワンパンマンの人気投票結果を発表する回があったんですけど、この回で埼玉がコーヒー牛乳かなんかをアリの巣に垂らして寂しく食事してるっていうシーンがあって、でそれがなんかすごい雰囲気良かったんで、感じ出ないかなと思ってやってます、あんまり下絵をねびっちり入れすぎると勢いがなくなっちゃう感じがするんで、久保先生なんかもおっしゃってたんですけど、ペン入れしてみたらなんかラフの方が生き生き描けてたなっていうような絵がよくあるんだよねみたいな、なんか村田君どうって聞かれて、あ、いやもう すごい分かりますっていうことをなんか飲み会で話したことがありますけど、多分そういう作家さん多いと思いますね、多分ですけど、
じゃあペン入れします。埼玉の書き方自体もちょっと最近までやっぱりまだ悩んでるところがあって、こういうなんていうんですかね、あのポスターだとか、そういう表紙だとか大きい扱いの絵ではやっぱり、決め顔の時の埼玉、シリアス顔の埼玉を描いた方が見栄えはするのかなと思って、そっちの方がいいのかなとかいろいろこう悩んだこともあったんですけど、アニメ化するにあたって、作画監督さんが何ですかね、一発目のポスターを描かれた時に、集合絵だったんですけど、真ん中の埼玉が緩い時のままの顔で、描かれてて、それでかっこよかったんで、あ、全然これでもいけんのかなって、最近になってちょっとそう思ったところがありました。今回塗り方も結構いろいろあるんですけど、今回は塗るのにそんなに時間がかけられないので、アイシールドの頃の、塗り方で やろうと思います。アイシールドの頃はあれですね、習慣で本当に時間がなくてですね、塗り方で何が違うかっていうと、もう下絵の段階でかなりベタを入れちゃうんですよね。黒を多めに入れて、普段はトーンで済ませてるようなところもなるべく大きめにベタを入れて、画面を無理やり締まらすというか、モノクロの段階でもう完成品として乗っけられるぐらいの見栄えを目指して、描く感じですね。参考にしてるのは大体鳥山さんのドラゴンボールぐらいのベタバランスでいけると理想かなと思うんですけど、でそれぐらいにしてから色塗った方が、はっきりしたこうベタが入ってる方が鮮やかな色を入れた時に映えるんですよね。これね、最近発見したんですけど、これあれですよ、ペン入れしてる時に G ペンこうやって書いていくじゃないですか。で丸ペンが必要そうな細かいところって、これペンをひっくり返して書くとそのまま書けちゃうんですよね。細い線が丸ペンいらずで便利です。ティッシュペーパーで押さえる、これはあれですね、小畑先生のチーフアシスタントさんはティッシュペーパーで乾かして、行って、でそれをちょっと真似してる感じですね。こんな押しますね。ちょっとやっぱ首が短かったかなっていうところと、
それ書いてる時は気づかなかったりするんですよね。でやっぱちょっと他のところをペン入れして間を空けてちょっと離れてみるとバランスがおかしいなっていうのが気づいたりとかするんで、昔はなんか寝かせるっつって学生ぐらいの頃は一遍書いた絵をなんか一晩ぐらい置いて後から変な気になったところとかを変直すっていう感じだったんですけど、時間がないのでもう書きながら寝かすというか、書いてるところにこう目が映ってる時に別のところを寝かせる状態にするというか、いう感じですね。久保先生とかめっちゃ早かったですよね。ほぼノーカットで書いてましたよね、あれ。ほぼノーカットですよね。あー、参っちゃうな。本当に早かったからちょっとびっくりしちゃいました。昔からね、なんか久保先生のところに久保先生は昔からよくしていただいてて、たまにお家にパーティーの後だとかにお招きくださってお邪魔したりするんですけど、アニメの設定画だとかもね、久保先生はほとんど手を入れられてたりとかするんですよね。でそこでなんか見せてもらってうめえなんてなるんですけど。ジェヌスのこういうメカっぽいところとかはなんかあんまり設定資料を作ってないんで毎回雰囲気で変わっちゃうんですけど、そこら辺は癖の博士がすごいメンテナンスをちょくちょくしてるからということにしてご勘弁をって感じですね。メカとかを作るとき、やっぱり作るというか書くときにやっぱ昔は鳥山さんの影響がやっぱ強くて、で機械書けるのっていいなって思って自分でも書いてたっていうところあるんですけど、あと書いてる人の中でもちゃんとね製品として動きそうなデザインを書かれる方がすごく好きで、最近のハリウッド映画とかのアメコミヒーローものだとかに出てくるメカだとか、アイアンマンだとかあるじゃないですか、ああいうのだとかも何ですかね、アメコミの原作の方はすごい漫画したデザインなんだけど、それをちゃんと踏まえつつありそげなデザインにするじゃないですか、なんかああいう工夫が好きで、デザインワークスとかなんかそういうのはCG 集とかね、ああいうのはすごいよく見てますね。どう書けばもっともらしくなるのかっていう、鳥山先生がデザインされるメカなんかも売ってそうな感じが良かったんですよね。なんか僕個人的にはあの工業デザインっていうんでしょうけど、
応段階分けして、作業は分けた方が、いいっちゃいいんですけど、もう僕はあのベタを入れた時のバランスっていうのをこう即座に見たい方なんで、こうペン入れしながらどんどんベタ入るところは入れちゃいますね。でそれでバランスをちょっとずつ取っていくっていう。で最終的に消しゴムをかけた時にベタが薄くなっちゃって困ることもあるんですけど、まあ、そういう時は取り込んだ時に色のバランスを調整する、レベル補正とかがあるの でそれでちょっといじるとベタが濃くなったりして、まあ、そういうことをしながらベタの作業はやっていきますね。前髪が長すぎましたね。ところを修正するのにペンにホワイトをつけて修正するんですけど、それができると結構便利です。
な前髪を長く描きすぎたっていうのをちょっと修正しておきます。裏返してこうやって透かして、で全体のバランスが悪いなって時はこうやって透かして、透かすっていうの 見えますかね。でこれ透かしたやつで、試しにこう足伸ばしてみて、これぐらいかなっていうのをこう描くんですよ。あ、これぐらいがいいかなってなったらこっちの足消しちゃうんですよ。で消して、でコピー機かけてコピーしたものにこの修正の、修正を書き込んでいくというのが楽かなと思います。ちょっと一旦コピーしますね。よいしょ。今ちょっと、ジェノスの足が短すぎた気がしたんで、ちょっと裏に透かしながら、少し修正しようと思って、消したものをコピーしてきました。でこの上に、新しい少し長めの足を描き足して、こっちが完成品になる感じです。はい、別にコピー用紙でも全然問題なくペン入れできますんで、全然コピーしたのを使っちゃっていいと思います。むしろ出来上がった後の保管を考えるとコピー用紙の方がかさばらなくてよかったりするんですよね。これを、さらにコピーして、でそれに色を塗っていく感じです。はい、大胆に修正というか、はい、あ、そうですね、もう修正すればするほど理想形に近づくわけだから、何回修正しても大丈夫なようなテクニックっていうんですかね、でそれを見つけるのがいいんじゃないですかね。このコピーして修正するっていうのは、これはいくら修正液の上から塗っても、またまっさらな紙に書けるんで、便利ですね。コピーの上にコピーを重ねるとどんどん絵は劣化してくるもんなんですけど、最近はコピー機の性能も上がってるんで、これ何回か繰り返しても全然耐えうるような形になってます。はい、裏写りするので紙を下に1枚敷きます。なんか最初に塗るこのコピックっていうのはもう完全に下塗りなんで、早く塗れれば塗れるほどいいという、はみ出さずに早く正確にちゃんと色が生まればいいという感じなので、手早く塗りますね。手早く塗るっていうのはこれ画材的にムラができやすい画材なので、早く塗らないとムラができるので、そのせいもあるんですけど、埼玉の顔を塗る時の色の、はい、あれは決まってるんですか。E の1番ですかね。E の1番を基本にして、 E の2番で、ちょっとグラデーションをつけて、で、ちょっと茶色系で、影を濃く入れていくという感じです。ジェノスがこれがまた難しくてですね、ものすごい顔色が悪いキャラっていう感じでアバンさんから言われてたので、どれぐらい顔色悪くしていいんだろうって最初ね、薄いグレーぐらいで考えてたんですけど、さすがにちょっと血色悪すぎるかなと思って、埼玉の基本色、埼玉は、E の2番でちょっと赤めのグラデーションをつけるんですけど、こいつはつけずにそのまま塗ります。うまく塗れてるかな。これは金髪の一番暗い部分がこの感じの色になります。一番ってことはないか、ちょっと暗めのところがこの色になる。で明るい部分は後から絵の具でのせていく感じですね。それで立体感つけていく感じです。
金属の映り込みっていうのはあれなんですよね、もう完全に全部理屈で書けるからすごい好きですね。周りに何が置いてあるのかとか、光源がどこにあるのかとかいうことで色が決まっていくんで、例えばこれだと埼玉の頭が手前にあるから、ここのところには埼玉の頭の色が入るなっていうところはこう色を入れていくんですよね。ちょっと後で色変えなきゃいけないな。上が青空だったりとかすると、青が映り込むんで、こうやって青空の一番高いところが、青が一番濃くて、空の縁に行くにつれて青が薄くなっていくので、空の高いところが映り込んでそうなところは濃い青で塗って、だんだん薄くなる感じですね。あとでその空のどこに太陽があるっていうのをこう設定して、太陽の光が当たってそうなところにテカリを入れる感じです。ちょっとまだ思い切りが足りないですね。なんか思い切りが足りないっていうのはこう濃い色をねバン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 乗せていかないとスピードが落ちてっちゃう一方なんですよね。怖がらずにバンバン色を乗せてって、で絵の具の時にいくらでも取り返しがつくわぐらいの勢いで塗らないと、なんか連載する時は勢いがなくなっちゃうといくらでも悩めちゃうんで。大体3段階あって塗る時の、段階なんですけど、最初に下塗りをして、で、暗い部分、影の部分をグラデーションつけて、で、その最後に
あれで、絵の具でハイライトを入れるっていう、その3工程だけで大体のものの、ものの質感って出るんで。埼玉塗ります。なんかねすごい原色で、すごい埼玉の服ってマッキーティーなんですけど、鳥山先生とかそうですね、鳥山先生の色使いかながすごい好きで、で鳥山先生がすごい原色を 使うんだけど、それぞれの色は、ちょっと色味を抑えてあるんですよね。色味を抑えることで原色をバンバン使っても一応まとまりのある、画面になるという、すごい高度なテクニックだと思うんですけど、で僕もそれをちょっと見よう見まねで真似てたりとかして、だから埼玉の黄色もそんなに派手じゃない黄色を選んで使ってます。後で光ってるところは、光の当たってるところは白で入れちゃうので、マットとか 白に当たる部分は全部塗っちゃいますね。
これ下塗りが終わったんで、この上から、水彩絵の具で、ハイライトの部分だとか、あと、まあ、多少影だとかを入れて、完成していく感じです。特にあのこのジェノスの光ってるところとかですね、こういうところはあの後から絵の具でいつも塗るようにしてます。はい、まあ、使ってる絵の具なんですけど、まあ、これはもう完全にどこでも売ってるような、こういう水彩絵の具ですね。学校で使うようなやつです。これ白は使う量が多いので、絵の具じゃなくてこういうあのポスターカラーを買ってきてこれ使ってます。全然あの水彩絵の具と混ぜて使っちゃっても平気なので、全然絵の具の上からコピック塗っちゃったりとかもする感じですね。あの確かにムラになったりはするんですけど、まあ、応急処置としてガンガン塗っていった方が、まあ、あの迷わない方がいいので、あの時間かかりすぎちゃうんで、目のとこが一番神経使いますね。光ってるところなんで、ちょっとグラデーションを後からベタの上に塗って、つけていきます。でこれ本当はなんか厚いので、かげろうが出てるぐらい、あの揺らめいてるところもあのかけるといいんですけど、まあ、今日は時間がかけられないのでそこは後にします。光ってるところの周りだと、こうあの輪郭線だとかも光が膨らんでちょっと薄くなってるような感じイメージで、あの後で色をのせて線を潰していくんですけど、まあこれがすごい面倒で、こればっかりはあのあれですね、パソコンだったらこれ一発なのになみたいなのを書きながらずっと思いますね。今日はちょっと強調したいところに強めに墨を入れてみます。
疲れ様です。埼玉が、緩い格好してて、でジェロスがなんかヒーロー前としてるっていう強そうなポーズを取ってたり、腕が強そうに見えたりっていう、そのあれですよね、コントラストを絵の中に入れたいなと思って描いた絵なんですけど、一番誰を見せたいかっていうのを最初に決めておかないと、全体的に沈んだ絵になってしまったりとか、全部明るくてどれを見ていいのかわからない絵になってしまったりとかなりがちなんで、だいたい光の加減だとかで、誰かが浮き上がって浮き出て見えるような、設計になるのがベストかなと思ってますね。今回だとそうですね、ジェノスの手はとりあえず目立たせたかったんで、ハイライトだとかこういう光の表現はちょっと先に入れておこうかなということで、早めに腕のあたりとかを塗ってたんですけど、で埼玉はまあ基本的に黄色で、手袋も赤で割と目立ちやすいキャラクターなんで、あと持ってるものは、赤いグローブの補色になる緑を入れておこうとか、そういうところは考えました。コピックで下塗りして、ハイライトを、絵の具で入れるっていう手順だと、光の表現がコピックだけでやるよりもいろんな表現ができるんですよね。ちょっと色塗りのパターンに多彩さを出すためというかいう感じです。はい、ジャンプ流原神創作の現場から。よろしくお願いします。村田です。はい、こちらの部屋が、仕事場の隣にある会議室と書庫になってます。契約関係だとかちょっと固い話をこういうとこでして、そっちはもう完全に物置ですね。すいません。資料で使うようなものだとかはここに入ってる感じで、例えば鉄痕キンクリートっていうアニメ映画の背景集だったりしますね。これはアニメの塗りっていうのはやっぱり背景の場合はほぼ絵画に近いところがあるんで、塗り方だとかはそういうところから、参考にしたり勉強させてもらったりしてますね。これ、僕が高校の頃に買った天野義孝さんの画集なんですけど、これ FF6 かな。とにかくなんか天野さんはいろんな画風が、すごく豊富で、こういう印象的な、なんていうんですかね、イメージ的なカットからものすごいリアルなタッチのカットまで非常に幅が広い方なので、非常に勉強させていただきました。アキラですね。ほとんど立ち切りを使わずにコマをページの中で完全に割って、見開きもほとんどなしで、その空間をちっちゃいそのコマの中で作り出すっていうテクニックに関してやっぱ大友さん素晴らしいので、ワンパンマンを描くときにも参考にさせてもらってます。あとこれですかね、宮崎駿さんの関連の書籍はだいぶ古本なんですけど、だいぶ集めましたね。本当にファンなんで。隣のトトロとかスタジオジブリの背景を描かれている小賀さんの画集なんですけど、この方も全てアナログで描いてらして、でそれなのになんかなんていうんですかね、絵画レベル の背景を描かれる方なんで、色の塗り方だとかもこれハウツーが書いてあるんですね。それを見て実際水張りを真似したりだとか、技法的な部分かなり具体的なところで影響を受けてますね。ずいぶん見返しちゃってこれボロボロになってるんですけど、これ光の号のイラスト集ですね。これ小畑先生が出された画集で、全てコピックで描かれてるんですけど、コピックをどういう風に使うかっていうところでやっぱり影響は強かったですね。僕もアシスタントでお世話になってたんですけど、二十歳ぐらいの頃に、非常に勉強させていただきました。今でもちょっとバイブルにしてるところがありますね。はい、95年のジャンプで、これが、僕の、デビュー作の発表があった号なんで、すごい大事に撮ってます。これ入選で、これですね。当時ジャンプを早売りしてる駄菓子屋があって、もう発表が間違いなくてそこ行って友達と一緒に買って、でこのページを確認して乗ってるっつってこう膝から崩れ落ちたのをすごいはっきり覚えてますね。はい、こちらが仕事場になりますね。こういう感じで入ってすぐの壁に娘が描いた絵をお父さんが絵描いてるから私も描くって言ってここで描いてベタベタ貼ってったやつですね。
これはアシスタントから借りてる漫画とか、はい、まあいろいろ、まあ、あとはハンターハンターとか、まあ、ネウロとか光の子とか好きな漫画をたくさん置いてます。連載表彰式でいただいたトロフィーですね。これあのだんだん50回目からだんだんこうあの回を重ねるごとにトロフィーが大きくなっていくんですけど、これは300回記念の時で、これは本当に宝物ですね。これ以降のは333回で終わったからこれが最後だったと思います。はい、まあ、非常にずっしりした重みのあるものですね。はい、これがあれですね、ジャンプの40周年記念の、ポスターで、オールスターのポスターを作りたいという、依頼で、僕が書かせていただいたものですね。これで合わせて何人いたかな、122人ぐらい確かキャラがいたような気がするんですけど、まあ、僕は好きなキャラクターばっかりなんで書いてて非常に楽しめました。でこれはこのパネル自体はその年の、手塚赤塚賞の時にこの引き伸ばしてあの展示していただいてたんですけど、まあ、パーティーが終わった後、これ廃棄になっちゃうから持って帰らないって言われて、それだったら持ってくよっていうことで、仕事場に持ってきて、額に入れてこう飾ってる感じですね。これ、僕がアイシールドを連載してる時に、原作の稲垣先生が鳥山先生のお宅に直接伺うことがあってですね、お邪魔した時に、村田君のお土産にっていうことで、いただいたものですね。こっちはサンドランドの表紙の下絵の没バージョンなんで、こっちは生なんですよね。生絵なんで非常にこう貴重だなっていう、大事にしております。右側に行くと、ストリートファイターシリーズの、イラストレーターで西村キルさん、元カプコンの方なんですけど、僕がずっとファンでですね、いつかご連絡、つながりができないものかと思ってましたら、あのツイッターでつながることが、できまして、お花見に、お誘いいただいた時に、こちらをちょっとスケッチブックにサラサラと書いていただいて、いただいたものですね。まあ、あの非常にあの僕の、絵的な影響が大きい方で、今でもいろいろ参考にさせていただいている部分があります。こちらがですね、僕はあの東映アニメーションさんで、1ヶ月間あのアニメーターとしての研修でお世話になったことがありまして、その時はあのメインアニメーターさんの、大西さんという方からいただいた、その僕が参加させていただいた、アニメのヒロインですね、のサインをいただいたも記念品ですね。はい、その後ろがですね、浅利義人先生って、あの宇宙家族カルビンソンっていう漫画は僕小学生の頃ずっと好きで、読んでまして、パーティーでお会いした時に、お願いして書いていただいたものです。ここが僕が普段して、仕事してる仕事机になりますね。普段はこうカーテンがバッと開いてて、割と遠景まで見れる感じで、リラックスしながら、たまになんかこう疲れた時は遠く見ながら仕事する形になりますね。この辺が、いつも使う道具なんですけど、これ割り箸なんですよね。あの近所にまあ、画材屋さんあるんですけど、あの夜中大体あの画材切らしたりするときはあの閉まってる状態なんで、ちょっと前にペン軸が壊れまして、で壊れちゃったからちょっと仕事ができないぞ、困ったぞってなったときに、割り箸で作れないかなって言ってこう代用品として作ったのが割とこう使える感じだったんで嬉しくてちょっとまだ使ってる感じですね。はい、案外これ取り回しがいいんですよ。軽いし転がらないし、デジタルはどのように普段使われてるか。はい、一応原稿がアナログで、ここまで書きまして、で、僕が書く仕事が終わったらスキャンするんですよね。こうやってでスキャンするとこうやってフォトショップのウィンドウにこう原稿が出てきますん でこれが液晶タブレットになってまして直接書き込めるんですね。でこれで、レイヤー一つ出して、ここはなんか会場だったら会場ですって、まあ、もうちょっと細かく書き込みますけど、これぐらいの指定を入れて、で参考になるような画像と一緒に、スタッフさんに送るんですね、このデータを。指定を直接書き込む必要がないので、
まあ、レイヤーが別になってるんですぐ外せるんですよね。原稿が汚れなくて済むっていうことと、まあ、非常に全部アナログでやってた頃よりスムーズになりましたね、仕事が。はい、取材にいらっしゃるということでいろいろ厳選して用意しておいたものなんですけど、これ僕が昔小学生ぐらいの頃からノートに落書きで漫画を描いてまして、でそのノートだったりしますね。塾に行く時に使ってたノートだと思うんですけど、ほぼ漫画で埋め尽くされてるという手たらく でこれ小5だったかな、これが小5ですね。小5で、さっきも申し上げたんですけど、宇宙家族カールリンソンっていう漫画が好きで、それは宇宙人の家族のお話なんですけど、それをなんか元にしてなんかお化けの家族みたいなのをこう書いてましたね。こういう感じで、まあ、書き文字をどうやって書いたらいいんだろうとか、持ってる漫画を首引きで、まあ、書いてましたね。うん、でこっちが中学ぐらいになって、中学ぐらいになるとこれはもう小学生の頃書いてたものはもうノートで完成品って思ってたんですけど、ちょっとネームっぽくなってくるんですよね次原稿用紙買って本番でそっちで書くんだっていうつもりで書いてるので、ややちょっとラフになってるんですよね。内容的には小学生の頃書いてたのとそんなに変わらない、お化けの家族のやっぱネタを書いてますね。はい、これが、高校2年の時初めて持ち込みをした作品 でこれで実質デビューした感じです。はい、これパートナーっていう漫画なんですけど、軍事用の生物っていうクローン技術だとかそういう遺伝子工学が発達した未来で、軍用に開発された生き物 と新米の、兵隊さんの、まあ、女性なんですけどのお話で、これもこれネーム自体は、1週間ぐらいでできたと思うんですけど、もう原稿にするのに1年ぐらい書いては直し書いては直しして、同じページを5枚ぐらい書いてましたね。で、まあ、今とあんまり変わってないっていうやってることが、ただまあそれぐらい気合を入れて丹念に書いたものなんで、今見ても結構原稿自体は一生懸命書いてるなっていう印象ですね。もうこれつい最近ですね、2010年の末ぐらいかな、あこれボツのやつだ、うん、ワン先生と初めて、組んでお仕事をさせていただけないかという、ことになって、最初にワン先生原作で書いた漫画です。ワン先生の漫画が逆調なので、僕はどういうタッチで書いたらいいんだろうっていうのをすごい試行錯誤してですね、最初は逆調で書こうかなとか試してたんですけど、やっぱりできる限り書き込んだ方がいいだろうって、せっかく書かせていただけるんであればっていうことで、めっちゃ一生懸命書いてますね。これはさっきのデビュー作と違って、ここからもう仕上げはデジタルでっていうことで、完成稿はデータになってるんで、ここからさらにトーンを張り込んだものが完成品になってます。はい、これ最後なんですけど、これは落書きで申し訳ないんですけど、よく仕事中にパッと描いたイラストだとかをツイッターに上げたりとかしてて、クラスで落書きして友達に見せて回してもらって笑ってもらうっていうののスケールがはるかにどんどんこう大きくなっていくと、プロの漫画家の作業になるっていうか、まあ、厳密には全然違うものなんですけど、でも最初の動機としてはそれはそういうスピリッツが大事だから、そういうところは大事にしていきたいなと思ってますね。まあ、やっぱりあれですよね、ジャンプは、まあ、日本一売れてる漫画雑誌なんで、毎週、まあ、たくさんの読者に一番読んでもらえるというところが大きいですかね。まあ、僕は子供の頃からずっとジャンプ読んで育ってるんで、まあ、本当に憧れというか、もう持ち込むんだったらそこしかないなっていう感じでした。そういう感覚で申し込みましたね。はい、楽しんで書くことですかね。とにかく楽しんで書くっていうことが
まず根本としてないと、漫画を描くときにやっぱりどうしてもね、描いてると才能があるかないかっていう話になると思うんですよ。で才能があるかないかっていう話になると、どうしても才能って第三者が見て判断するものじゃないですか。自分で決められないと。で、それで自分に才能があるのかどうか分からないものだから、素質があるのに途中で諦めてしまったりだとか、あと向いてないのにだらだら続けてしまったりだとか、まあそういうことが起きると思うんですけど、楽しんで書いていられるかどうかっていうのはもう自分で判断つくわけじゃないですか。でそれがあれば長く書き続けられるし、まあまあ書いてるうちにうまくもなるので。まずそこは大事じゃないかなと思います。多分前の号で、小田さんだとか、まあ、岸本先生だとか、スケジュール表ってありますよね、漫画家の。あのスケジュール表のあの生活って、楽しんで描いてられるような状態じゃないと絶対いつかもう心と体を壊してしまうんですよ。だから今そのジャンプリを読んで楽しんで漫画を描いていらっしゃる人はその気持ちを大事にして、悩んだ時は自分が楽しめる方向にどうやったら楽しんで描けるだろうかっていうことを考えて、続けられた方が 長続きするんじゃないかなっていうのは思います。ジャンプ流実技漫画テクニック第15回タッチの描き分け。今回は絵のタッチを変えることでブロックをレンガ、木、金属に書き分けていこう。最初はレンガを書いていこう。角を欠けさせることでレンガを表現。ひびを入れるとより効果的だぞ。続いてペン入れ。下書きに沿ってペンを入れていこう。古い質感を表現する際は定規を使わずフリーハンドで描くのがポイント。レンガの絵が完成。続いて木を描いていこう。木目を描いていくことで木を表現していく。木目の流れを意識しながら描いていこう。続いてペン入れ。まずは輪郭線を描いていく。レンガと同様に定規を使わずフリーハンドで描いていこう。輪郭線を描き終えたら木目を描いていこう。
細かく線を入れてぼかすことにより木目を表現。木の絵が完成。続いて金属を描いていこう。定規を使い直線的な輪郭を描いていく。続いてペン入れ。下書きに合わせ丁寧にペンを入れていく。続いてトーンを貼り光沢を表現。まずは光源を考えながら当たりをつける。当たりに沿って定規を使いながらまっすぐ削っていく。光沢を削り終えたら余分なトーンを剥がしていく。側面にもトーンを貼っていこう。最後にホワイトを使い光を入れれば金属の絵が完成。このようにタッチを変えるだけでさまざまなものを描くことができるぞ。レンガ、木、金属、描き方の違いを学び、漫画表現の幅を広げていこう。